はい、こんにちは、こかめです。今回はブルーとホワイトの文房具で筆箱紹介をしたいと思います。イエイ。ということで、冬バージョンの筆箱紹介です。では早速紹介していきたいと思います。ということで、まず消しゴムはこちら、シードのレーダースタンダードのモデルです。すごく推している消しゴムになっているんですけど、私が持っている白と青の組み合わせの消しゴムね、こんなにありました。最終的に残ったのがこちらのプラスのエアインです。どれもね、消しやすいなと思ったんですけど、柔らかい消しゴムが私は好みだなと思いました。このね、2つどちらも柔らかいかなと思います。で、最終的にこちらも本当にどちらもいいなと思ったんですけど、やっぱり今まで使ってきたレーダーにしました。すごくね、色も鮮やかで気に入っています。では続いて写真はパイロットのネオクスグラファイト 4B にしました。ケースは中林の 1.3mm のシャーペンのものになります。一応ね、 4B 持っている写真比較してみました。このナノダイヤ、三菱鉛筆のものしかなかったんですけど、この2つを比べてみたら、やっぱりネオクスグラファイトの方が滑らかに描けるなと思います。 B でも比較したことあるんですけど、この2つはね、すごく違いが分かりやすいなと思います。ナノダイヤの 4B は結構 B とか、はたまた HB とかぐらいのなんか感じがしますね、芯の濃さとか硬さ的に。では、糊も入れてみました。こちらスティック糊、トンボのケールピットです。これはね、トンボのスティック糊3つあると思うんですけど、一番結構好きだなと思います。これの他一番粘着力がある感じがしますね。ねっとりしてます。そして色もついてるのでね、本当いい感じですね。色ついていた方が塗ってない箇所が分かりやすいなと思うのでね。続いて修正テープも入れました。こちらセリアで購入したものになります。最近よく使っているトンボのモノエアと比較してみたんですけど、やっぱりモノエアはすごく軽い力で引けるようになっているんですけど、こっちはね、まあ普通の修正テープっていう感じですね。でも全然使いにくいっていうことはなくって、見た目もね、全然悪くなくって、むしろおしゃれっていう感じで。続いて定規も入れました。こちら黎明富士の見やすい方眼定規です。こちら最近結構見た目が気に入っているっていうのが大きくて使っていたんですけど、それに加えてこれね、滑らない加工がされていて、普通の定規よりもね、こう押さえた時に滑りにくくなっているので、安定して弾けるようになっているなと思います。反対側がゼロスタートになっているので、まあ、ペンの長さとかもね、正確に測れるなって思いました。まあ、単体の動画出しているので、ぜひそちらをチェックしてもらいたいんです。で、ここがね、太めになっているので、押さえやすいっていうのもいい点だなって思います。結構おすすめできる定規だなと思います。続いて鉛筆も入れました。こちら三菱鉛筆のマークシート用無地です。軸が白なのでキャップは青にしてみました。これ100均で購入したものになるんですけど、結構なんか気に入ってますね。なんか見た目が気に入ってます。マークシート用の鉛筆4本持っていて比較してみました。結論としては、マークシート用の鉛筆っていいなっていうことが分かりました。まあ、いいなって思ったのは、濃く描けるし滑らかに描けるんですけど、結構芯が固めになっているので、そんなに潰れるっていうこともなく描けるっていう点です。ちなみにこちらの鉛筆は数量限定で発売されていて、2015年、三菱鉛筆が130周年を迎えたということで売られたみたいです。まあ、去年 Amazon で購入しました。続いて蛍光ペンはこちら、100均ダイソーのマーキングペンです。100均のクオリティってすごいなと思いますね。まあ、色としてはこれとか迷ったんですけど、右が今回選んだものになるんですけど、教科書に引いてもいいかなっていう色になっていたので、こっちにしてみました。続いて油性ボールペンはユニのジェットストリーム 0.38mm にしました。まあ、滑らかっていうのは知ってると思うんですけど、滑らかすぎるっていうところもあるので、 0.38mm だとちょっとカリカリした部分があるので、ちょうどいいかなって思います。私は高校生の時はこれ使ってましたね。検定の時に申し込み書を書く時に書いていました。細かい字を書いていたので、太さもちょうどいいっていうのはもありました。
続いて色ペンはこちらゼブラのブラウンを入れました。これはねちょうど色が合っていたのでこちらにしたんですけど、この黒の軸に赤のインクを入れています。丸つけの時にいつも使っている赤と青です。赤はね滑らかに描けるようになっているので丸つけにいいと思います。そして青の場合はすごく発色がいいので、まあ、間違えたところを描く時に間違ったところが分かりやすいっていうのがいいのかなと思います。では最後シャーペンになるんですけど、こちら無印良品の芯が回って文字は太りにくいシャープペン 0.5mm です。こちらの中を見ると分かるんですけど、クルトがですねこのようにオレンジになっています。 OEM 商品だと思うんですけど、実際に本当に芯が太りにくいのか試したところ、本当に文字が太りませんでした。まあちょっと安っぽいというところはあるんですけど、シンプルでいいんじゃないかなと思います。ということで中身は以上になります。すごい綺麗だなと思いますね、白とブルー。で今回選んだ筆箱はラープスのキューブペンケースになっています。これ白統一の筆箱紹介の時にも使ったんですけど、ちょうど良かったですね。でキューブペンケースの場合はこのようにガバッと開きますね。なんかこっちもガバッと開いてほしいっていう感じはあるんですけど、この左の部分はもう下までチャックが行くんですけど、こっちはないですね。こっちもあってほしいなっていうちょっと窮屈な感じがあるんですけど、まあ側と開くようになっています。すごい入りますねこれ。膨大柄になっていてすごいね見た目おしゃれだなと思います。ということで今回はホワイトとブルーの部門で筆箱紹介してみました。今回は結構比較をしてみたんですけど、その比較したところを動画にしているのでサブチャンネル多分上げると思います。ぜひそちらもチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では。